心臓を前から見た図、右肝動脈及び左肝動脈の全部の下行枝を示す。肝動脈は大動脈規定部のバルサルバ道に端を発し、心筋にエネルギーを供給する動脈のことである。肝動脈との区別をつけるために、一般的には肝状動脈という。肝動脈は心臓の上に冠無理のように乗っている血管で、 心臓を取り囲むようにして走行している。肝動脈は右肝動脈と左肝動脈に分かれており、さらに左肝動脈は左肝動脈前、下行枝及び左肝動脈回線枝に分岐する。また、ラットと LCX に分かれる前の冠無理動脈を左肝動脈主幹部と呼ぶ。これらの各枝の栄養領域については、ある程度の個人差がある。 特にあと下行枝と五足壁枝の分岐パターンから以下の三つのパターンに対別される。また、これら以外にも細かい分子のパターンや冠動脈の基地部の分子パターン、さらには本数に至るまで多数のパターンが存在する。全身に血液を送るポンプのような役割を果たす。心臓は脳と並んで人体の中でも酸素の需要が多い臓器の一つである。 もし心臓に酸素を送る、冠動脈で動脈効果を起こしたなら、冠動脈の狭窄や閉塞が起こると、心筋へ十分な酸素が供給できなくなるため、虚血精神疾患を発症する。冠動脈は他の動脈と違い、心臓の収縮期にその血流は減少し、拡張期に血流が流れるという性質を持つ。これは、などの理由による。なお、 後者の理由により、心臓弁膜症や大動脈の動脈効果は、うっ血精神不全へと至りやすい。ありがとうございます。